世界の建築ミニ図集機構。ルネサンスの建築。ゴシックとの関係において見るならば、ルネサンス建築はゴシックと長らく共存したとはいえ、過去の伝統との完全な断絶を示している。この運動は、古典古代の記憶が死に絶えることのなかった。イタリアに起こった。建築家たちは遺跡を調べ、そしてまたウィトルーユスが、アウグストゥス帝に献じた論文を研究して、ローマ建築の神髄を極めようとした。ルネサンスはモデュールの概念やプロポーションの規則を、再び建築の中心に据え、古典主義のオーダーに新しい生命を与えた。オーダーとは、ドリス式、イオニア式、コリント式であった。形態や装飾に関する古典的言語はあたうる限り忠実に用いられ、ゴシックのそれは打ち捨てられ、それと同時にゴシックの垂直性は、水平性の顕著な構成によって置き換えられた。不幸なことには、これらはすべて誤解に基づくものであった。理論語るウィトルーユスが語ったのは、共和制のローマ時代についてであったのに対して、真に偉大なローマ建築が花開いたのは、ウィトルーユスの没後はるかに時代の下った。2、3、4世紀の帝政ローマ時代だったのである。したがってルネサンス期が範を求めたのは、基本的には古代の装飾言語であった。建築の全体計画は、常にローマのものとは、全く別だったのである。ルネサンスの建築家たちは円形競技場も浴場も、ハドリアヌス帝の廟、カステル・サンタンジェロ、のような、スケールの霊廟も建てることはなく、もっぱら教会と宮殿を建てた。またこの宮殿もローマの宮殿、ネロのドムスアウレア、とは、全然無関係で、ゴシック宮殿の空間組織を継承したものであった。ルネサンスは、アルベルティ、セルリオ、ビニョーラ、パルラディオラの、理論家たちを通じて代数、幾何、調和比例によって、美の数学的構造を追求した造形的明快さによって、ゴシックの建築家たちに見過ごされてきた。集中形式に大きな重要性が与えられることとなった。その例はブラマンテ設計のテンビエットや、新しいサンピエトロ教会の計画案の数々に見ることができる。また、フィレンツェ大聖堂の巨大なドームの加工に対する、ブルネレスキの技術的挑戦は、側漏付きの教会から集中式教会へと、建築の流れを変えさせるものであった。ローマの別荘に荘を得て、ルネサンスの建築家たちは、当時の偉人たちのために、全く新しい風景式庭園の芸術の手本となった。背景の中に豪華な住まいを作り上げた。このルネサンス様式は、様々な変化を伴いながら、時期にヨーロッパ中に広がっていった。それはフランスでは古典主義となったのであり、それに対してイタリアやドイツではバロックとして知られる動きに向かっていったのであった。フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂、イタリア。カセドラル・オブ・サンタ・マリア・デル・フィオーレ・フローレンス。交差部のドームはブルネレスキによって1417〜46年に架けられた。直径43メートル、ローマのパンテオンのものと同じ大きさ、という。この巨大な楕円形ドームは高さが115メートルあり、一重のリップ付きのシェルからなっており、
仮枠を用いずに建設された。フィレンツェのサンタクローチェ教会のパッツィカ礼拝堂、イタリア。パチチャペルサンタクロッチェフローレンス。1430-61年にブルネレスキによって建てられた。フィレンツェのサントスピリト教会、イタリア。サントスピリトフローレンス。1444年にプルネレスキによって建てられた。平面図は建築家の芸腕を示したもの。波打つフワサードは、ローマのミネルーアメリカ神殿に見られる。ローマ的手法から生じたものである。カプラローラのビラファルネーゼ、イタリア。ビラハーン・カプラローラ。1559-64年にヴィニョーラによって建てられた。アントニオ・ダ・サンガロとペルッツィによって、16世紀初頭に設計された要塞に由来するこの五角形の宮殿は、古い両方の上に築かれたものである。正五角形に基づいている。建物が乗っている基壇のレベルでは、簡素な佇まいであるが、ファサードは上階では軽快であり、エンゲージドコラムの対、ペア、と半円形の柱間が、交互に繰り返される円形の中庭はとりわけ軽快である。ローマのサンビエトロインモントリオのテンビエット、円形神殿。テンパイエットオブサンパイエトロインモントリオローマ。プラマンテによって1502年に建てられた。この建物は殉教者廟として作られた。プラマンテはティボリのウエスタ神殿に相応得て、そこに彼は地下祭室とドームをいただく上階塔を加えた。彼の中には全体の計画は実施されることなく終わった。ローマのパラッツォ・デラ・カンチェルレリア。チャンセレリ・パレス・ローマ。サン・ロレンツォ・イン・ダマソ教会に接して建つ建物で。最初はプレーニョによって。ついでプラマンテによって1483-1517年に建設された。枢機卿リアリオのために作られたこの壮大な宮殿は、後に教皇の詔書院となった。ファサードはコロッセウムから切り出した。トラバーチンによって作られている。中庭の44本の円柱はポンペイウスの劇場から運んできた。ビテンツアのビラ・アルメリコ・カプラ、ラ・ロトンダ、イタリア。ビラ・アルメリコ・カプラ、アルソコールド・ラ・ロトンダ、バイセンザ。アンドレア・バラディオによって1566年に作られた。これはバラディオ設計のビラの中で最も豪華なものである。この平面は4つの階段に示されるように、一軸対称に基づいている。完全な正方形平面の中心は円形室、ロトンダ、になっており、これが建物の名前ともなっている。ペデーメントをいただいた列柱付きのポーチを持ち、中央にドームのあるホールを持つロトンダの姿。ポーチは、バラディオがローマ時代のビラを、どのようなものと考えていたかを示している。ルネサンスの特徴である規則性と均衡を示す完璧な作例である。フィレンツェのロレンツォ図書館。イタリア。ローランシャン・ライブラリー・フローレンス。サン・ロレンツォ教会や、プルネレスキ設計の救世具室を含む建築複合体の一部として、ミケランジェロによって1524-60年に建てられた。前室と読書室をつなぐモニュメンタルな階段は、1550年以降に、
バザーリとアムマナーティトによって完成された。ローマのサンタ・マリア・マッジョーレ教会のスフォルツァ家礼拝堂。スフォザ・チャペル・サンタ・マリア・マギオア・ローマ。ミケランジェロによって1569年に作られた。ボコ曲した垂直壁面やボールトの競り元の下に、45度に据えられた円柱に、バロックの空間の作り方の予兆が伺われる。ビツェンツァのテアトロオリンビコ、イタリア。オリンピックシアター、ティートオリンピコ、バイセンザ。パラディオによって設計され、彼の没後、1580年にスカモッツィによって完成された。中央部が壁眼で閉じた列柱のギャラリーを持つ楕円形観客席、カベア、は、円形劇場を縦に二つ割りにするという発想に基づいて作られているが、屋根をかけることによって古代とは異なった劇場になっている。テアトロオリンピコの、バラディオの手になる装飾。これはセベルステイの劇場の舞台壁を思い起こさせる。オーダーの積み重ねや、彫像を持つペディメント付きの壁眼は、幻想的雰囲気を作るのに役立っている。舞台壁の開口部に作られた強調された透視図効果は、魅力的な創意である。サッソコロバロの要塞ラロッカ、イタリアのアペニン山脈。ラロッカフォートレスサソコラロ。1475から80年にエフディ・ジョルジオ・マルティニによって作られた。この力強く堅固なカステロの平面は、フランチェスコ・ディ・ジョルジオによって、作られた原理に基づいており、下記の進歩によって生じた三角形の両方は、極めて重要なものである。